はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は2020シリーズ1で一番リアタイで話題になっているピッチャー三嶋選手を使っていこうかなと思います。先日のねガチャ動画でちょろっと出て、まあ、育成して使えますと言ったんですが、早速育成してきました。初めてです、自分 B ランクを極みにしたの。もうしっかりと育成してきました。で、三嶋選手、なんで話題になっているのかというと、あのツーシーム A とスプリットを持っていることですね。ツーシーム A とスプリットを両方持っているピッチャーっていうのはおそらく初めてなので、かなり強いと思います。まあ、前の動画でですね、球速がそこまでないから、まあ、そこら辺がどうなのかっていうことを言いましたが、まあ、よくよくね考えてみると逆にそこが強いんじゃないのかなと思いました。まあ、例えば西武の野田選手、まあ、あとは日ハムの金子選手ですね、まあ、そういったピッチャーも球速はそこまでないんですが、ツーシームスプリットを持っています。そういったピッチャーですね、まあ、自分はなんですけど結構打ちづらいなと思うので、割とその球速がないっていうのが強みになってるんじゃないのかなと思います。そしてそれだけではなくてタイピンチを持ってます。まあ、B ランクなのでですね、まあ、超特殊能力を持ってないんですが、 S ランクになると、超タイピンチになります。でここもね初めて知ったんですが、 B ランクってレベル1しか上げられないんですね。 B ランクの特能を上げるのですらね初めてなので、まあ、B ランクは特殊能力レベル1までしか上げれないよということですね。それではですね、ランク戦だと、変化球の変化量っていうのがわからないので、ちょっと練習試合でやっていこうかなと思います。さあどれくらい曲がるのかっていうだけを見ていきます。まずツーシーム A ですね。さあこんくらい曲がります。さあバントの構えしてますね。でスプリットも3なので、まあ、そこまで落ち幅はないです。でタイピンが出ました。タイピンが出るとツーシームが S になります。さっきとどんくらい違うかな。はい、ということでですね、ちょっとこれ編集中に気づいたんですけど、タイピンが出てもツーシームの変化量が変わってません。で今ねスプリットの画像貼ってるんですけど、スプリットはちゃんと1段階増えてます。なのでちゃんとタイピンは発動してるんですけど、ツーシームは変化量が変わってない。でここでちょっとね自分なりの推測なんですけど、ロドリゲス選手、前中日にいてもうシルエット化したロドリゲス選手はちゃんとねツーシームが A で、超タイピン値が発動したらさらにツーシームの曲がり幅がでかくなってたんですよ。なので多分ツーシーム S っていうのは存在するとは思うんですけど、もしかしたらそのツーシーム A から S に行くには普通のタイピンじゃなくて超タイピンが必要なのかもしれません。ちょっとねこれもう一回いろんな方に聞いて検証してみます。これもねちょっと今自分で編集しててびっくりしてて、いや変わってねえやんと思って、まあ今急遽ね音声撮ってるんですけど、もしかしたらそのツーシーム A からツーシーム S に行くには普通のタイピンじゃダメっていうことが今分かったのかもしれません。これはですねもう一度、検証してみます。それではやっていきたいと思います。さあ中継ぎ適正なので、1人終わったら出したいなと思います。さあただですね、三嶋選手が、まあ、通常の S ランクで出てくるのかどうかっていう問題があると思います。で中日ファンの方に聞いても、まあ、100% 言い切れないと、ちょっと S ランクが出てくるかどうかはなんか微妙なラインだと言ってたので、まあ、もしかしたら出ないかもしれませんが、自分がワンチャンあるんじゃないのかなと思ってるのが、エキサイティングで登場してくるんじゃないのかなっていうのはちょっとあります。まあ、早速ねもう阪神の2人の選手、福留選手と糸井選手がもう出てきてるので、それでもしかしたら中日で三嶋選手っていうのはなくはないのかなとは思ってます。それでは、三嶋選手初登板です。多分変化量、おマイナス1にならない、よかった。変化量マイナス1にならないので、さあ早速ツーシームへ、もうインコースに、あこれはあこれ詰まってますね、最悪。次にスプリット投げてみます。さあ当ててきますね。多分当てるのは簡単だと思うんですよ、スプリットの変化量もないので。ただ当てるだけじゃね前に飛ばないっていうのがこのピッチャーの強みなのかなと思うので、おーいいですね。ここは普通に落としてみましょう。 OK ナイスピッチ。さあ三振取れました。さあようやく変化量マイナス1、変化量マイナス1だとツーシーム B ですね。まあコントロールの部分はちょっと致し方ないとこがあるので、まあ、頑張ってベストピッチを出していきます。あー入んないか。あとはストレートも使い分けて、よしよしよし、このストレートの使い分けも普通に強いと思います。それでは打っていきましょう。まあ2試合ぐらいやっていきたいなと思ってるんで、まあ、またローテ回して疲労回復してからもう1試合投げさせます。でちょっとね打つ方もやっぱりその打球の軌道が変わってるので、ちょっとそれを見せていきたい。さあこれもそうそう、なんかねセンター方向に絶対に
こうなんていうのか、スライスしていくんですよ。今の結構分かりやすかったと思います。なのでライン際の打球がね結構、あ、やばい、振っちゃった、間違えた、最悪、もう止めようとしたのに振っちゃった。よし、さあこういうねライン際の打球が強くなったと思います。なかなかね本当にファールに切れないんで、そこかな、引っ張った方がいいのかなと思います。さあとりあえず点は取っておいて次の回で終わらせたい。あ、やばい、ボール球じゃん。さあ1点も取れずにやらかしました。多分ね B ランクなんでね、スタミナがあんまり持たないと思うんで、まあ、ここはちょっと遊び球なしでいきます。お、いいですね。やっぱツーシームは本当に A あるだけで価値があります。本当強いと思う。あとはこういうツーシームと思わせてからの、よし、これは多分空振りが結構取れると思う。でさっき三振してるんで、ここはあえてツーシームで、おー、危ねー、いけ、ツーシーム。さあこれは、そうそう、ああいう打球もね抜けていきます。ああいう打球がね抜けていきやすくなったんで、そこら辺かな。もう結構センター前のポテンヒットっていうのが増えてます。さあこれは、うわー、山本浩二さん、それ取ってほしかった。さあタイピンが出なかったら、出ないんかい。いやー、どうしよう、もうスタミナがないんで、ちょっとグラシアルさんまでで点取られそう。普通にそう、あんまりねいい当たりじゃないやつも結構センター前に落ちやすくなってるのが結構きついかな。さあここはもう、まあ仕方ない、まあ、それでは他の選手に、タスキを渡して、まあ次の試合行きたいと思います。それでは2試合目やっていきます。さあしっかりとね1ローテ飛ばしてやってまいりました。さあまずまたさっきと一緒で、1人打ち取ってから、次行きたいと思います。 OK、 じゃあ、変えましょう早速。さあ2回目の登板、三つ間選手いきましょう。三つ間、さあ変化量マイナス1ですね。こう初球相手スプリットからいきます。もうギリギリをついていこう。あー、ストライクなんないか。まああとはツーシーム、仮に相手の人が意識しているのであれば、ここは有効。あとは普通にツーシーム B を打たせていこう。よし、詰まってる。あー、素晴らしいですね。やっぱ刺さるんじゃないかな結構。お、ということはこれはまだツーシーム A ですね。まあボールになるように、あ、これ低すぎ。うん、あとはまあ普通に上から入れましょうか。うわー、ストライクじゃないか今の。今結構いいとこ行ったよ。でさっき投げた、ここが本当にツーシーム頭に入ってんなら危ねー。あそこは本当にツーシーム頭に入ってるなら高めは有効ですね。ここはシンプルに内角低めにズドン。うわ、素晴らしい。ここはシンプルに落としましょう。振ってくれない。あえて甘めに投げます。あえて甘めは強い。よし、さあ1点も取れずにやられました。さあ最終回の登板ですね。さあスタミナが切れるのでここは打ち取りたい。もうどんどんストライク投げていきます。そう、 B ランクだからそのスタミナの減りはすごい早いんで、まあ、そこは仕方ないと思います。2イニングはね結構厳しいと思う、 B ランク使うなら。さあこれもしっかりと詰まってますね。さあ掛布さん、いや、そろそろ一発持っていかれそうな気がするんだよな。うん、結構スプリットの方が合ってそう。スプリットあんま投げないどこ。よし、さあ今のはボール球でしたね。さあスタミナが切れてきて、しかも変化量マイナス1、ツーシームの曲がりも減っていきます。さあナイスボー、もう完全に切れました。一球ちょっとスライダーとかで遊びます。ふわんと、よしよしよし、これで追い込んで、さあここちょっと怖いな。もうここギリギリに投げるしかないわ、スタミナないし。うわ、振らない、そこめっちゃいいコース。じゃ最後賭けです。運が良ければ三振 OK。まあ、今回ねゴールド帯でやったんですけど、またプラチナ上がったらプラチナで通用するのかっていうのも多分サブチャンですが上げたいと思います。さあもうここは千賀選手を打って終わります。そういえば千賀選手もね今シリーズはツーシームが D に下がってるんで、まあ、3300の方がいいかなとは思います。リアタイで使うならね。
ただ同値は決めやすくなってるんで、まあ、リーグ的に考えるとやっぱり今シリーズになるのかなと思います。あとカットボールの球威とか上がってましたね。フォークが1下がったのかな。おーっと正面やばい。ここで決めれなかったらどうしよう。ここで決めれないのはちょっと動画の締め的に良くない。カブレラのいかつ一発で終わります。あ、やっぱり全然いかつくない、しょぼい。さあ、ちょっと延長行きたくないぞ。いやー、よかったー。ご視聴ありがとうございました。